こんばんは。2023年、6月28日、広島瀬戸内新聞ニュース号外でございます。今日もね、カープ、6対2で、勝ちましてね、ベイスターズに。本当にね、良かったなと思いますけどもね。私がね、広島県庁入庁のね、前年に起きたね、大水害。広島大水害、1999、このね、カープ13連敗ともね、重なったね、のもね、非常に印象的なんですけど、この大水害がね、24年ということになります。まあ、東京で、あのね、時はね、私がね、広島県庁のね、採用試験を受けてましてね、東京でのね、1時の筆記試験とね、2時のね、広島県庁でのね、面接のね、間にこの大水害が起きました。でね、カープのね、13連敗ともね、この、水害というものがね、ちょうど重なったというところでね、もう非常に、広島、非常に暗かったなというのはね、思い出させます。被災地にね、面接の時は行ってませんよ、僕は。だけど広島市中心とかね、いろんなところもね、回らせてね、もらいましたけれどもね、2時の筆記試験と面接の間もね、何日間かの間ね、広島の地をね、いろいろね、見学をね、させてもらいました。よかった。あの時のいい思い出だったんだけど、なんていうかな、本当ね、多くの方がね、亡くなられた後のね、広島の雰囲気、もう苦しい雰囲気、ちょっとね、今はね、非常に思い出されます。でもね、それ以降ね、やっぱりまた、なんていうかな、2014年ね、2018年、2021年と、特に14年、18年、非常にひどかったんですよね。99年のね、水害がね、結局土砂災害対策基本法ね、制定のね、きっかけにはなったんですけどもね。だけどもね、十分にね、教訓はね、生かされないままね、2014年、2018年とね、大水害でね、ね、繰り返されてね。で、ね、2021年にもね、大きなね、被害と。人的な被害は少なかったもののね、やっぱりかなりのね、大きな被害が浅見山中心に出ました。あれ西区とかね、そしてね、今はね、亀安の、ね、参拝処分場の下にね、本当熱海のね、3倍ものね、不適切なね、盛り土があったってこともね、発覚をしましたよね。本当にその、下手するともう参拝処分場とね、このね、盛り土によるね、もう複合災害、複合土砂災害ということも十分にあり得るね、状況。本当にね、心配な状況になっております。今年のね、まだまだこれからね、6月、ね、7月、あるいはね、また8月、9月はね、台風シーズンもあります、なります。非常にね、危険なね、状況続きますんでね。まずは本当に迅速な避難と、避難体制というところもね、大事ですね。ただ、もう地域のね、自治会任せとかにするんじゃなくてね、ちゃんとやっぱり、ね、行政がね、やっていくってことがね、大事なんじゃないのかな、というのをね、思います。やっぱりね、必要な人材はね、しっかりね、育てていくってこともね、大事なんだろうなとは思いますね。やっぱりね、あまりにもね、このね、十数年ね、やっぱりこの、公務員を削減しすぎてね、本当に、当時のいろんなものがね、やっぱり減少してこなかったっていうね、問題もこれはね、あると思います。もう本当ね、気持ちをね、新たにしてね、大水害、1999。24年ということは明日をね、お互いね、迎えていきたいと思います。広島市内でね、20人、そして呉市でも12人亡くなられたというね、大変な被害でした。もう本当に、改めましてね、本当に、皆さんね、哀悼のね、ことをね、捧げますとともに、教訓をね、生かせないと。いうことをね、教訓を生かせなかったってことですね、十分に。そのことも教訓にしながらね、これ、防災、減災、しっかりね、やっていかないかんということをね、思います。それではね、皆さん、
またね、よろしく、願い申し上げました。また明日もね、今後もどっかでお会いいたしましょう。失礼いたします。